今私は秋田にいます。秋田から新潟に向かって、行こうと思っています。今回は、グリーン車ちょっと使っていこうかなと思ってます。それではレッツゴー。グリーン車の中はこんな感じです。座席は壁に仕切られて個室っぽくなってるわね。今回この特急稲穂号で新潟に行ってきます。今出発したわね。これわかるかな、これ秋田新幹線と並走してるのよね。今回は東日本パスの他にグリーン車券が必要なんでね、ちょっと高くついたわね。この路線は日本海側が展望できるような路線で結構景色いいのよね。海側の指定席が取れなかったからグリーン車になっちゃったわ。牛豚鶏の肉三昧の駅弁買ってきたわ。海見ながら駅弁食べようと思います。海、これが豚かな、豚っぽいわね。あ、やっぱ豚だわ。これが豚で牛鶏、食べてるところと景色撮ろうと思ったんですけども、海から山に入っちゃったわね。だけどまあ壁で仕切られてるんでもう全開に倒しちゃったわ。日本海沿いを走ってるからやっぱし日本海いいわね。なんかあっちの方に島があるわね。海とトンネルが多いんでやっぱりスピードは落としてるわね。最高90キロまでしか出してないような感じだったわ。この辺はビーチっぽいわね。あとなんか防波堤っぽい岩があるわ。こちらが海の反対側です。うっすらとなんか雪積もってんのね、上の方ね。酒田を過ぎてからはスピードもアップしたわね。最高速度120近くまで行ったわね。今新潟市内に入ってきました。新潟に着きました。駅の構内、こっちが稲穂号でこっちが上越新幹線なのよね。直で新幹線に乗り換えられます。新潟駅、駅前はこんな感じになってます。今3時ぐらいなんですけども、お酒飲めるところがなかなかないわね。よさげな店があるんですけどもやってないのよね。今日は海鮮もの食べたい気分なんですけどね、なかなかやってない。あ、ラーメンがあるわ、新潟ラーメン。よく気づいたらね、七福神の銅像が立ってたわ。ここにもあるわ。この通り沿いに七福神の像がいっぱいあんのね。7体あんのかな。入り口まで戻ってみるとね、これ宝船あるわね。全員集合だわ。これは弁財天様だわね、かわいい。こちらは毘沙門天様だそうです。書いてあったわ。入り口付近なんですけども、よく見るとね、これ弁天通りになってるらしいわね。弁天通りはここがバスターミナルで、そのさっきもうここだわね。ここが弁天通りらしいわ。七福神がいたんで富津市にするわ。なんかいい感じのやつがあるわね。エビカニ尽くし、これ食いたいな。それではレッツゴー。これ注文のタブレットなんですけども、日本酒がずらりと並んでるわね。いっぱいあるわ。お通しです。でこっちがセットについてきた、茶碗蒸しです。まだお寿司が来てないけど茶碗蒸し食べちゃいます。うん、うまい。同じくセットの味噌汁とセットのエビカニ尽くしです。うん、味噌も乗っかってるわ。それと単品で頼んでます。これ納豆巻きと鉄火巻き、あとマグロの赤身と大トロ、あとネギトロです。
これ甘エビなんですけども、卵っぽいのがついてるわね。たまたま。つうわけで卵じゃないや。甘エビから行くわ。あ、やっぱし、うまいわね。いや、酒飲みて。ちょうど日本酒来たわ。トクトクトク。行ってくるわ。あー、やっぱうまいわ。今度はカニ行くわ。カニちゃん。カニカニいただきまーす。うん、カニだわ。私、鉄火巻きとかね、巻物系好きなんでね、いただきまーす。うん、おいちーん。今度は赤エビ行ってみまーす。もうね、港飲みしてから赤エビ好きになっちゃったわー。うん、いただきまーす。うん、おいちおいちーん。なんかここに、富寿司の寿司醤油があるわー。自家製だわねー。メインのカニ味噌いってみまーす。これは醤油垂らさないとね。たらたら。では、いただきまーす。あ、これうまいわ。これは酒進むわー。あー、うま。ちょっとついとくわー。マグロの赤身をいただきまーす。赤身ちゃーん。うん、美味しい。醤油もうまいな、これ。やっぱし寿司は日本酒だわ。さて、大トロ行くかな。私、中トロはあんまり食べないのよね。大トロ1個あればいい、十分だわね。いただきまーす。あー、これも、甘みあってうまいわね。ネギトロもいただくわ。これも醤油タラタラしちゃうわ。あ、これもうまいわね。日本海うまいわ。日本酒がなくなったんで、これもう一個頼むわ。佐渡の鬼殺し行ってみまーす。ほいっと。佐渡の鬼殺し、早速来ました。北雪超辛口佐渡の鬼殺し、トクトクトク。では、いただきまーす。あー、辛口だわー。ほんとこの店ね、日本酒の種類本当に多いのよね。このお店、富寿司はかなり美味しかったわね。日本酒ももうないわー。最後、今日は日本でーす。寿司も最後の一切れだけだわー。食べちゃおう。最後に鬼殺し飲んで、ごちそうさまでーす。美味しかったでーす。カラカラー。これから私は東京に帰るようなんでね、新潟は2時間ぐらいしか滞在してなかったわね。そういうわけで、おのこチャンネルでした。もしよかったらね、高評価やチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイビーン。この切符も今日で終わりだわー。